2015年 IT メディア PC ユーザーにてバイナリ畑で捕まえて連載。2015年から2017年週刊少年チャンピオンにて愛の遺伝子連載。2017年から2019年別冊少年チャンピオンにて愛の遺伝子レッドクイーン連載。2020年から別冊少年チャンピオンにて愛の遺伝子ブルーエイジ連載中です。2023年から週刊ヤングジャンプにて真の安らぎはこの世になく新仮面ライダーショッカーサイド連載中です。脚本担当になります。小説表紙イラスト IT エンジニア小説ネズミと竜のゲーム赤村美鈴女子の事件簿。ジャケットイラストアイル・ゼ・ショータノーフロンティア。以上は山田久里先生の主な作品になります。